どうも、もこと申します。今回はですね、人生初、タバコを吸ってみようと思います。まあ、というかもう、吸い始めようかな。そろそろ。まあ、かつて僕がね、サラリーマンだった頃、まあ、その職業柄、周りタバコ吸う人ばっかで、システムエンジニアってね、本当に喫煙者多いんですよ。で、先輩とかがみんなタバコ吸うから、こうなんか俺も、まあ後輩やし、こうなんかちょっと付き合って、ちょっと喫煙所来いよとか言われたら、まあ俺も、まあ行きます行きますって言って、もうタバコ一切吸わんのに、この煙を全部吸わされて、で、またあれやねんな、タバココミュニケーション言うて、この喫煙所でしかできない話しよるんですよ、また。ね。社会人って。そういうのに付き合うために、やっぱ女性もやっぱタバコって必要だと思うんでね、もうこれはもう、俺はもうこれからもう吸っていこうかなと思ってます。ちなみに僕、タバコの煙が大嫌いですね。タバコ吸う人のことが別にどうこうとかじゃなくて、煙が嫌い。なんかもうすごい匂いに敏感なんですよ。だから、パチンコ屋とか、まあ最近はそういうなんか、ね、パチンコ屋、その飲食店、全部その喫煙、全面分煙になったらしいですけど、やっぱその、なんかマンションのベラーとかでよく吸ってる人いるじゃないですか。そういう匂いとかもう流れてきてすぐにわかるんですよ。あ、誰かまあタバコ吸っとるなっつって。っていうぐらいタバコの煙に敏感やし、正直好きじゃないけど、まあやっぱね、こう30年間生きてきて、このタバコの旨味を知らずに死ぬのはどうかなと。思いましたね。今回もうガッチリ吸ってこうなと思っております。で、今回ね、コンビニで買ってきました。はい、なんていうのこれ、セブンスターですかね。これ結構一番有名なやつやろ。タバコの、20歳未満のものの喫煙は法律で禁止です。で、ちょっと待って、ちゃんとピント合わってな。喫煙はあなたが肺気腫など慢性閉塞肺、疾患、括弧 COPD になり、呼吸困難などの喫煙性を高めます。めちゃくちゃ悪いこと書いてるやん。で、裏面、タバコの煙は子供に大きな悪影響を及ぼします。タバコの誤飲を救うため、乳幼児に、手が届かないところに置いてください。もうこんだけダメなこと書いてて、それでも吸う人がおるってことは、まあ、そんだけ美味しいんやろうな。昔ね、あれですよ。僕がその、ほんとちっちゃい頃記憶のないことなんですけども、母親がよう言うのがね、なんか砂浜に落ちてるなんか吸い殻をなんか俺食べちゃったらしくて、ちっちゃい頃。で、慌ててその、緊急搬送で病院行って、こう、なんか吐いたみたいなタバコの煙。だからタバコの煙って本当に子供とか間違えて、やっぱ食べちゃうぐらい、その、ようわからんものやから、で、ここに書いてることはまあ本当なんやろうね。あとあれや、俺がその病気でね、潰瘍性大腸炎っていう僕、国指定の難病を患ってるんですけども、それになった時ね、父親が当時結構ヘビースモーカーだったんですけども、やっぱね、その子供のためやつってね、それ以来禁煙してたわ。っていう、まあ僕のタバコにまつわるエピソードは、まあ一通り終わりかな。はい、そんな感じです。なので、早速ちょっと、正直怖い。吸うのめっちゃ怖いし緊張すんねんけど、これ開けていきます。はい。こういう感じのやつやね。ちょっとでも正直コンビニでタバコを買うときに正直緊張したんですよ。めちゃくちゃ緊張した。なんかダメなもん買うんじゃないかっていうな、そういう背徳感っていうか、すごくね嫌な感じでした。これ開け方これで合ってんの？いやでもなんかにこのまんまやと正直なんかペパミントみたいななんかこの香り、そのアロマみたいなええ匂いするわ。すごっ。これ、お菓子のシガレットちゃうからね、ちゃんとしたタバコやからね、これ。で、一応ライダーも買ってきた。正直俺、ライダーの人生で数えぐらいしか使ったことない。なんか、花火とかするときとかにね、ライダー使うな、チャッカマンとかか。こういう、ちょっと、一回試しにやってみるね。うわ、ちょっと、なんかガスが一瞬、ガス一瞬漏れた。これ大丈夫か？これ、ロックかかってんのちゃうの？なんかロックかかるよねライターって。これ火つかんかったら無理やで。え、あ、ついた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 。一応じゃあこれはつくということで、はい、では早速いやちょっと怖いな、どうしようこれで、ほんまに中毒になっちゃったら。まあでも吸うって決めたんだもんね、吸ってみましょう。え、ちなみにさ、え、これどっちが先端なん？このなんか藁みたいな敷いてる方が先端？これちょっとわからん。ちょっと待って、これちゃんとピント見てください、これ。ここの、これね。こっちなんかこっちなんかどっち？こっちやんな、多分。こっち口つけんねんな。で、これがあれやんな。火つける方やんな。よし。
じゃあちょっと換気扇、もうこれマックスでガンガンつけていきますわ。じゃあ早速、僕の人生初のタバコ、もう一丁前にこうやってパーンっていったるわ。もう肺にボーン吸い込んでクーってこう輪っかみたいなの作ったるわ、煙で。いきなりからいきますよ。怖い、いくぞ。煙ついた、ついたついたついた。うん、なんかついてへんかも。もう一回、もう一回。もう多分ついてへんわ。あ、多分ついたわ。じゃあ行きます。いやー緊張する。うわー煙や、卵の。タバコ。何これ。よ。普通にむせた。あ、もう二度とさ、こんな。あ、もうそうだろ。ちょっとこれもう、ちっちゃ、これ危ない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 。危ない。あ、けがらばしい。くそ。あ、ちょっと感じでね、ちょっとほろ苦いタバコデビューになりましたけども、おそらく僕が今後こういったものを買うことはないと思います。まあですが、別にそのタバコをね、ダメだとは僕は思いません。まあもう自己責任のもとね、吸う人はこれからも吸えばいいし、吸わない人は吸わないのがいいのかなと思いました。ありがとうございました。